よし、これで OK かな。おお、頑張って。はい、皆さんこんにちは、ムショカです。久しぶりのガッシャ動画だに。というわけで、ムショカが毎回レビューさせてもらっている生き物大図鑑の昆虫シリーズに新しいのが出ました。今の季節にたくさんの種類が見れる昆虫でございます。テントウムシ。しかも今回はなんと生き物大図鑑アドバンスということで、いつもなら1回500円のところ、今回は倍の1000円でございます。期待してるからな。というわけで店舗さんに探しに行ってきまして、見つけました。こちらプレミアムガシャポンテントウムシでございます。500円を入れてガッシャガッシャ。あ、出てこん出てこん。おいおい、どうなってんねんどうなってんねん。おい、はい、詰まったので店員さんを呼びました。てなわけでガチャガチャしたんですけども、見て、今までになかった生き物大図鑑のカプセルしてるよね。面白い色してる。というわけで全4種類ということで、ハッ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 、全部で4回回してきました。生き物大図鑑アドバンステントウムシコンプリートなるか。てなわけでやっていきたいなと思いますけれども、今回のカプセルね、マジで中身が見えない。一応普段ガシャ動画やるとき、だいたいここで透けてるのを見ながら、あれかなとかは思いながら一応回してるんですけれども、これだけちょっと黄色いかなって感じだけわかる。じゃあ1個目いきます。てなわけでいきましょう。オープンザガシャポン。あ、今回しやすい。おお、あー、組み立て不要なの。まずは説明書いってみましょう。昆虫界で実は無敵の存在、生き物大図鑑アドバンステントウムシ。ラインナップはこちら。1番七星テントウ、2番ナミテントウ、3番黄色テントウ、4番カメノコテントウの全4種類となっております。しかもですね、今回のテントウムシシリーズ、なんとこちらのテントウムシハンドブックを書いていらっしゃる虫社の坂本さんが監修しているということで、これは楽しみでございます。無視者でサインもしてもらえます。てなわけで、こちら開けていきましょう。よいしょ。おー、すげえ。いいね、亀の子じゃん。裏面は？なんでこんなとこにビニールが挟まってんの？これはどうすんの？引っこ抜くだけ。簡単な組み立て。というわけで、今回マジで足、あ、組み立てゼロなのにわざと壊すやつ。というわけで、一つ目が4番のカメノコテントウでございます。いや、すごいリアルじゃないですかこれ。こちら日本最大のテントウムシと言われておりますね。テントウムシの食べ物はアブラムシって聞く人が多いと思いますけども、実はテントウムシには肉食、草食、菌食という3種類がいます。で、七星テントウやナミテントウはアブラムシを食べる肉食のテントウムシです。そして二重ヤホシテントウなどはナスの葉っぱなんかを食べる草食のテントウムシです。そしてあとは黄色テントウのように葉っぱにつくうどんこ病菌という菌を食べるテントウムシもいます。で、こちらのカメノコテントウは肉食でございます。幼虫も成虫もハムシの幼虫なんかを食べたりするそうです。もちろんここまで大きくないんですけれども、大きいものでは1センチを超えるので、本当に見た時でけーってなります。僕も正直テントウムシに関しては全然語れないんですけれども、やっぱり坂本さんが監修してるだけあって、虫よかレベルじゃ文句のつけようがない完成度ですね。すげーわ。ちなみに触覚も動きます。細けーな。さあ、そして今回のテントウムシの組み立て要素が羽パーツでございます。本来生き物大図鑑のカプセルというのは、カプセルがディスプレイになるカプセルディスプレイスタンドと呼ばれるものが付属していたんですね。で、今回のテントウムシには久しぶりに復活しております。ですので、そのスタンドと羽を使いながら飛翔ポーズ作っていきましょう。あ、後ろ羽もリアルですね。ただのスケルトンじゃなくて、きちんと色や模様がついております。これを2枚合わせて大きな羽を作る。おわ、すげえリアル。そして前羽をオープン。おお、クワガタカブトシリーズってこの前羽取れやすいんですけども、テントウムシシリーズめちゃくちゃ安定してます。ボールジョイントの部分に LR が書いているので、それを見ながらはめていく。おおほほほほ。おー、いいね。そしてカプセルディスプレイスタンド作っていきましょう。お皿をはめて。これね、よく壊しちゃうキッズ多いみたいですが、これそのまま回すと折れます。きちんと一回一回短い棒を長い棒から外すことが大事です。しかし外れにくいんだよな。外してはめる。真上向きにつけて、そしてこのレゴパーツのコップみたいなやつを先端につける。で、ここに、刺す。おー、すげー、いいんじゃないですかこれ。で、テントウムシ飛ぶの早いから、あんまりこの飛翔ポーズじっくり見ることもないもんね。というわけで、非常に素晴らしい出来でございます。4番のカメノコテントウ。というわけで、2つ目いきましょう。マジで中身見えねえぞ。絶対かぶんなよ、絶対かぶんなよビニール。というわけで、2つ目いきましょう。オープンザガシャ、ちょん。バカバカ、おいおいおい、バカ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 、ちょっとおい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 。はい、なかったことにしましょう。これは 1.5 個目です。はい。
失礼します。さあ、というわけで、二つ目行きましょう。神の子点灯じゃないやつが出てほしいなと、お兄さんは思ってるよ。ビニール。マジで頼むぞ。マジ頼む。なんかヒヤヒヤするわ。中身見えへんかったらマジでヒヤヒヤするんだ。お、ふざかったポン。よっしゃ、よかった。あ、よかったー。ああ、この見慣れた姿安心するわ。お尻のビニールひょい。というわけで、とっても見慣れたテントウムシが登場しました。一番の七星テントウでございます。春が来たら一番に見つけたくなる虫が俺七星テントウなのよ。3月のあったかい日から活動し始めたりするんですけども、もうこの七星テントウを見るとね、あ、冬が終わった春が来たっていうのをすごく感じられるね。僕大好きな虫なんです、実は。この七星テントウはアブラムシを食べます。1日に100匹のアブラムシを食べるとも言われておりますね。そしてよく学校の授業なんかでも取り上げられるのが、テントウムシはアブラムシを食べたいんだけど、アブラムシはお尻から出した甘い汁をアリにあげます。アリはその汁が欲しいから、テントウムシにアブラムシを食べられないようにテントウムシを追い払うという仕組みがあります。そういう面白い生態を持っていたりするので、結構小学校の授業とかでも扱われたりしますね。ほんでテントウムシ可愛いからと思って触った時に失敗することがあります。それはテントウムシを触るとこうやって足を畳んで死んだふりをします。そしてこの後もっと刺激しているとこの足の関節から黄色い汁が出てきます。その汁が手につくと臭いんですよね。あれめちゃくちゃ苦いらしいんです。説明書にも昆虫界で実は無敵の存在なんて書かれておりますけれども、テントウムシがこんなに派手な色をしてるのは実は警告色なんですね。俺を食べたら苦い思いしちゃうぜっていうので、この派手な色をして鳥などに警告しています。ですので実はテントウムシっていうのは外敵から捕食されにくい昆虫となっています。一番の七星テントウ。三つ目は無難に行くからな。もうこっから黄色いの見えてるけども、オープンザビニール。これは大丈夫なはず。オープンザガシャポン。大丈夫だった。わ、いい色してるね。これも。うわー、すっげー。お尻ひょい。というわけで3つ目は3番の黄色テントウでございます。いや、これ完成度すごいぞ。このね、特に前胸部、雑にスケルトンパーツにペイントしたんでしょうか、すっごいあるんですけども、マジで黄色テントウの前胸部、こうやってね、端の方が透けてるんですよ。この足とかもね、クリアパーツで作ってるんですけれども、黄色テントウの足ってね、本当にこんな微妙な感じの色してんのよ。中身が透けてるみたいな足してるんですよね。うわー、すごいところこだわってる。いいわ、この黄色テントウ。はい、こちらなかなか狙って見るテントウムシじゃないですね。こいつはアブラムシを食べたり、葉っぱを食べたりする昆虫ではありません。うどんうどんこ病菌という菌を食べます。植物を弱らせるうどんこ病っていうのがあるんですけれども、葉っぱにうどんこがついたみたいに白い粉が出てくるんですね。それがうどんこ病の菌糸なんですけれども、なんと黄色テントウはそれを食べます。だから葉っぱを弱らせる悪い病気から守ってくれるということで、益虫として扱われる昆虫でもあります。見つけると幸せになれるなんていうことも書いてあったりするので、皆さんも探してみてください。3番の黄色テントウ。さあ、というわけでラスト1種類でございます。オープンザビニール。あ、これビニールが硬い。ビニールが硬いということは、いける。頼む。ストレートってことにしてください。オープンザガシャンポン。僕はこの子にとても好かれているようです。ほら、武将家くん。もう一個回したいんだろう。僕のカプセルをあげよう。え、いいの？ありがとう。デラックスキングオージャー。というわけで、これがマジのラスト1個でございます。本当に頼む。本当に頼む。1個1000円したんやから。1個1000円したんやから、ガガガ。残念でした。また見てね。はぁ、あ。はぁ、あ。バンダイ、生き物大図鑑アドバンス、テントウムシ。ね、4個中、3つ集めると、こうなります。姉さん。てなわけで、残念ながらテントウムシ。3種類しか揃えられませんでした。あー、悔しい。コンプリートできなかった、いつぶりでしょうか。いや、でもね、今回やっぱりアドバンスということで、完成度は素晴らしかったです。まあ僕がテントウムシそこまで詳しく知らないっていうのもあるんですけども、本当に一つも文句なかったですね。というわけで、生き物大図鑑アドバンステントウムシは、4月下旬頃から全国ホビーショップなどで1000円ガチャとして登場しておりますので、ぜひとも見かけたら挑戦してみてください。ほんで、ナビテントを被ったら交換しようぜ。ありがとうございました。虫岡でした。抱きしめても痛もたやすい。